柳川朱里、16歳、大阪出身です。今回のプロジェクトに参加したきっかけは、やっぱりその自分の今の実力を知りたいっていうのもありますけど、そのやっぱりその100万円をもらえるっていうか、その寄付っていうか、そのされて、その自分がそれを使って盛り上げたいっていうか、そのダンスを、ダンス、日本のダンスシーンを盛り上げたいっていう気持ちが強かったので応募させていただきました。そう、この企画を知った時は、なんかもう、あ、もうこれはもうするしかないって思いましたね。ダンス始めたのは小学5年生ぐらいですかね。ダンス始めたきっかけが、なんかその、小学5年生、自分が小学5年生の時に、そのカンナムスタイルっていうのが流行ってて、そのカンナムスタイルを、そのお姉ちゃんが、完コピしてや、みたいな感じで言ってきて、それで、わかった、覚えてる時に、なんか、そのダンスって楽しいと思って、そのママとかにダンス、その今やってた習い事とか空手とかもやってたんですけど、その空手とかも全部やめてダンスやりたいって始めたのがきっかけです。今まで自分は最初はやっぱりそのレッスンを受けるっていう側だったんですけど、最近になるとその SNS とかで見てくれてるスタジオとかからその声かけてもらって、たまにワークショップとか練習会とかするようになりました。自分が今まで大阪でレッスン受けてたり持ったりってした時に、やっぱ大阪でしか、大阪のダンサーしかやっぱその時って見れないじゃないですか。でもそのあるきっかけで名古屋に行った時に、その名古屋の生徒っていうか、その先生じゃない人たちがものすごく上手くて、なんかうわすげえと思って、その時に食らって、その大阪のダンサーも結構すごいんですけど、やっぱりその自分が見てない部分の、その分からない人たちのダンサーでも、もうかっこいい人が何人もいて、それで、全国にもまだいっぱいいるんじゃないかなと思って、それでその全国にワークショップを回りたいと思いました。カムロダンススタジオのお茶と申します。シュリとはもう、カンナムスタイルから入ってシュリここに来て、でここのオーナーがもともとインストラクターで、僕そのアシスタントで、ここでインストラクターもしてるんですけど、なのでダンスを始めたてからもうシュリがほんまこれぐらいの時から知ってます。一言で言うと、めっちゃいい子。めっちゃ明るくて、誰にでもこう、愛想がいいというか、初めて来た子とかも、おいでおいで、みたいな感じで、こう、緊張してる子とかもレッスンに迎えてくれるような、なんかリーダーシップもあって。で、僕たちにも、なんかイベントの前にフライヤーとか詰めてたら、僕、それやりたいです。みたいな感じで、じゃあ一緒にやろうか、とか。ワックスかけてたら、ちょっとワックス手伝っていいですか？みたいな。ここで、なんかいろんな、ダンスもそうですけど、いろんな部分で、ちょこちょこ、ちょっかい出してくるような、明るく。そんな子ですね。そうですね。で、ダンス、ほんまに好きな感じが溢れてて、ジャンル関係なくいろんなレッスンに毎日受けてるような、もうここの10人ぐらい一番その時は来てました。1日3問ぐらい毎日受けて、最初はロックダンスとかもがっつりハマってたんですけど、今は結構フリースタイルというかヒップホップみたいなのになってますけど、いやもうめちゃくちゃ挑んでほしいです、シュリには。要はね、大阪ですけど東京に行ったりとか海外にも行ったりしてるのを見てるので、もうどんどんいろんなところで、顔を売っていただきたいというか、羽ばたいていってほしいなって思いますね。羽ばたけるようなことを思ってるというか、いい意味で出しゃばりなので、もっと出しゃばってほしいですね。自由と気持ちよさそう。ワークショップでも、もう海外でみんな緊張してる中、ただ一人気持ちよさそうに爆発して踊るというか、もう爆発力と気持ちよさ。見ててきっと、目引くと思いますね。シュリめっちゃいい子なんで、なんて言うんですかね。結構目立ってくると、同世代の子って嫉妬するところがあると思うんですけど、あいつなんかいろいろやってるけど、ほんまそんな踊られへんよな、とか言うような子も多いんですけど、シュリは全然そういうの言われないというか、もうみんなから応援してもらってる。もう、周りの生徒さんのお母さん方も、シュリ君、シュリ君言うて、応援してもらってるような感じですね。めちゃくちゃ、明るいですけど、
緊張しいなので、趣里は。その緊張を跳ねのけて、本戦では大爆発してください。ちょっと前までっていうか、まあ、そのやっぱ東京がやっぱりすごいっていう、やっぱダンスの中でやっぱ東京の人がすごいっていうイメージが多分強いかもしれないんですけど、やっぱりでもそんなことなくて、大阪の人たちもめっちゃかっこいいダンサーいっぱいいますし、なのでそのやっぱりもう負けられへんっていうか、そのやっぱり大阪としてっていうじゃないですけど、なんかその大阪もうこんなにすごいんですっていう感じでいつも踊ってますね。大阪はもう、大阪めっちゃ好きですこうやって本戦に上がれたのも自分一人だけの実力じゃないですし、その SNS の、 あの審査もそうですけど、やっぱり自分のことを応援してくれてる人たちの力でもあるので、やっぱりその人たちの期待を裏切らへんように、全力で悔いのないようにぶちかましたいと思ってます。よろしくお願いします最終目標は、その今はそのやっぱりみんなのダンスやってる人たちの夢になりたいっていうのは夢なんですけど、それも最終的にはもう日本のダンスを全体的に盛り上げたいっていうのが夢なんで、そのいっぱいその全国に回っていろんなダンサーたちと一緒に、そのヤバいダンサーたちと一緒にこの世代からその日本のダンスをもっと熱くしていきたいっていうのが目標ですね。自分もともと喋るのが下手なんで、みんなもすごいなって、みんなそのやっぱり持ってる夢とかその目標がすごいなって思ったんですけど、なんかやっぱりそれをひっくるめて落ちた人もそうですけど、その自分のその夢でその人たちのあれも叶うように全部回していきたいなと思いました。もうダンスが好きっていう気持ちは多分今ダンスやってる誰よりも負けへんっていうぐらい気持ちは強いんで、それですかね、それぐらいです